なんも出ねえよ、ご覧の皆さん、どうも僕たちがザ・テレビです。はい、というわけで、はい、始まりました。よろしくケンピョン。はい、ケンピョン。はじめ、プロデューサーケントトですけども、今日のなんも出ねえよですね、配信できるものがなんも出ねえよということで、はい、なんも出ねえかー。現在、ブザーの公式オンラインショップにて、まあ、ゼップ東京から登場した新しいグッズなどが販売してるんですけども、うん、今夜は特別に VTR をちょっと持ってきていてですね、説明をちょっとシュンの方にしてもらいたいんですけども。お、あ、俺ですか。おおお、お願いします。任せてください。はい、いや、めちゃめちゃ大変。ZEP 東京のライブで紹介した新しいグッズのテレビショッピングをここで配信したいと思います。ああ、あの MC の女の子が可愛いやつね。いやだ、何も通りだね。うちで踊ろう。めちゃくちゃ、めちゃくちゃ腹分かんないけど。あれですよね、あのテレビショッピングにこう扮したこのブザーメンバーがいろいろなキャラクターで出てくるということで。うん。もうちょっとね、あのこの VTR、あのゼップのライブの中でも、まあ、中間のまあなんか箸休め的なところにあったんだけど、結構意外と好評だったんだよね。まあ、せっかくだから、うん、この何も出ねえようで、うん、ブザーを知ってる人とかライブに来れなかった人もちょっと楽しんでもらいたいなと思って VTR を持ってきたので、ぜひそちらをじゃあ見ていただきましょうか。コペ VTR 振りよろしくお願いします。おお。ビビり方がすごい。VTR どうぞ。いやー、ブザーのゼップ最高だな。めっちゃ面白いわ。いけないけど配信ではめっちゃ楽しめるわ。ん？あ、なんか CM やるみたい。あ、あと、今日も出ました、ブンブンショッピング。ワンマンライブ恒例の今日はなんとブンブンショッピングスペシャルゲストを呼んでいきたいと思います。スペシャルゲストこの方。皆さん、こんにちは、さつみざです。やめろ。一気に10とかあって叶えたいことは10回発信してもらおう。絶対叶んないから。ありすぎじゃないです。まず、ご紹介する商品はこちら。じゃじゃん、カーペッチスティッカー。スティッカーのくせ。インパーセプトのお客様、おめんな。はい、なんと、こちらのステッカーの缶バッジ。筋肉つきすぎじゃないですか。ステッカー、ステッカー。なんと、本日の本日のゼラ東京からね、新バージョンの新バージョンが発売されます。映ってるよ。映ってるからね、これ今。戻すなよ。というわけで、まずはこちらの動画をご覧ください。やー、癖強い。やー、戻れ。癖が強い。何してんだ。へいへいへい。じゃないんだよ。すごいよ、穴が開いてるね。そうなんだよ、破れちゃった。字幕わからん。ダメだね。字幕がわからんから。違う用途だ。使う用途が違うよ。なんだいそれは。気になるから。はる。そして、はる。ああ。そして、はる。違う違う。これで、音が取れない。使用者の声大事だね。そうですね、缶バッジとステッカー使ってみたんですけど、まあ、ちょっと水着みたいな使い心地。やばい人じゃないですか。その、まあ、お前崩れちゃってますよね。まあ、僕たち側からしてもお前か。やっぱお前か。白鳥の湖だよ、白鳥ってね。お値段、はい、もろもろ込み、ゼップ東京バレーの込みの、はい、ランダム500円だった。500円なんですよ。めっちゃ安い。続いての商品はこちら、アキラゴマレス。というわけで、はい、ここでまずこちらの VTR をご覧ください。どうぞ。え、なになに。おう、わお、なんだいそのピアスは。これ今ピアスなんだ。本当に。アッキーって言ったんだよ。超欲しい。ちょうだい。しょうがないな、ポケットから何本でも出てきちゃうよ。2個もほらほら。おお、これをこれをこうして。その使い方しかないから。お前誰。お前ら誰だ。使用者の声ね、これちゃんとやってね。そうですね、やっぱそのアクリルキーホルダー、この人やっぱりその7人それぞれがありますね。もうフラグ立っちゃってるんですよ。友達のファンとかから、
私こっちが欲しい、じゃあ私こっちあげるみたいな、そんなやり取りしてもらったらいいな。これ多分後ろもう白鳥見えちゃってるの今。一番漏れてるあなたの推しが見つけられるんじゃないかと思います。まあ、そんな感じですかね。お前、お前やってくれたな。続いての商品は HLLSPD 長い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 スマイルピース長いよ。奥深なしクミカさん違いますよ。違います、違います。最後にご紹介する商品は、はい、こちら SRR。 なんだろう、こちらはですね、五感を使って大会してここかけるな、ここだけ商品となっております。めっちゃ気になるわ。 SRR ね、確かにこの曲はね、声出すなくても会場全体で楽しめる曲になってるから、いや一緒にできるの楽しみだわ。はい、カットです。ちょっと待って、これそろそろ出番。あ、SRR さ、もう今準備できてるから今、うん、衣装、衣装着て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 、いや、白鳥着ねえよ。はい、というわけで見ていただきましたけども、まあね、どうだったね、やっぱやっぱすげえめちゃめちゃ笑っとんだよあんたが一番強烈だわ今回全体のこの映像に対して公平が常に突っ込むっていうキャラクターで、公平のキャラもね、なかなか受けてたと思うんだけど、公平どうだった？なんか結構突っ込みね、久々にやってたんですけど、うん、なんかライブね、終わって次のなんか特典会とかでファンに言われることがね、うん、ゼップ良かったよって、あの特典会の映像良かったよってめっちゃ言われておいラン見ろやと思って、逆になんかお前って言いそうやった。怖っ、ツッコミのまんま行こうとね。そうですね、せっかくセンターの曲でその披露した曲があったからね、そっちの印象かと思いきや、まさかのツッコミのあの映像の印象が結構強くなった、うん、そうそうそう。ちなみにだけどさ、この VTR の中でちょっと気になるやついくつかあったんだけど、まず千葉ちゃんなんだったんっていう話を確かに確かに忘れてた、忘れてた、最後まで謎だったからね。俺らの後ろいんのよ。いや、なんかみんな台本みたいなのあるんですよ千葉ちゃんはそこに立ってて絶対笑わないでみたいな指令が来て、けどちょっと笑っちゃってるから、なんか鼻細くしてみたいに言われていつも笑ってるじゃん。でもさ、鼻細くしては意味わからんくない？やってみ？やってみ？うん、鼻細くすんの。やってみるよ。ほら。シンクロナイズスイミングの人。これをこのシンクロナイズスイミングの人っていうやつをずっとやってたね。ちなみに、落ちた落ちた。いや、シャルフとハウは、あれはなんかさ、なんかあったの？こう。すぐできるやん。すぐできるやん。絶対これ当てられて。すぐできるやん。テーブルじゃん。俺はあの二人のキャラの名前ビバリーヒルズって呼んでんだけど、あのビバリーヒルズたちは本当に良かった。なんか字幕が読めないのもめっちゃ面白かった。急にだよね、本当に。で、俺のおでこなんて見せる時はないっすよ。いや、必殺的だったね、うん、あとちなみにユウヤは、ユウヤがあれ何だったの？俺は白鳥よ。白鳥しか来てないって。え、白鳥ってやめて、そのイントネーション白鳥、白鳥な。まあそんなサクもね、だからあれでしょ、女装だよね、サクさんは。もうマジでただのアマゾネスすぎてさ、マッチョゴリゴリだね。ゴリゴリだった。体がすごい出てんだよね、こうやってアマゾネスやとかね、アマゾネスこうやってなってたよね。今回さ、このグッズ紹介でやったキャラクター、まあそれぞれさ、なんかの機会でまたなんかこのキャラクターが復刻できたらいいななんてちょっと密かに思いつつ、ちょっと番組をね、なんか作っていけたらなと思ってますんで、皆さん、こうご期待ということで、まあ、紹介されたグッズはですね、はい、ブザーのオンラインショップで販売中です。 YouTube の概要欄にリンクも貼っておいてあるので、ぜひね、はいはい、このグッズ紹介を見て興味が出たかは分からないですけども、まあ、ぜひね、そのグッズの方もチェックしていただきつつ、まあね、チェックしてゲットしてくださいということで、よろしくお願いします。ゲットお願いします。お願いします。はい、お願いします。そんなこんなでブザーのお知らせ、じゃあシュンからお願いします。はい、というわけで、ブザーからお知らせがございます。ですね、もう多分この動画が配信されてる頃にはもうすでに第1回目の放送が終わってるんですけども、ブザーのレギュラーラジオが始まりました。あ、はい、題して、題して渋谷のラジオの惑星ピピッと侵略。イエーイ。まあそんな感じでね、はい、3日にですね、第1回の放送があったんですけども、はい、ゲストがですね、僕と
ゆうやくんということで、はい、放送させていただきました。いかがでしたか、ゆうやさん。いやー、怖かった。本当にいつ体を乗っ取られるんじゃないかと。足抜けされそうだった。宇宙人じゃないかと。俺宇宙人じゃないから。もう常に上を気にしてましたからね。円盤が来るか来ないかの。いやいやいや、いや普通に事務所でやったからね。土曜日の16時から再放送されるらしいんですよ。おー、なので何時、聞き逃した方は初回をね。何時何時、土曜の夕方の16時から再放送されるみたいなんで、聞き逃した方はチェックしてください。5月8日ですね、土曜日。ラジオのリンクもこの概要欄の下にね、あるらしいんで、はいはい、そっから確認します、はい、でそして、何も出ねえよですね、メンバーカラー検証の、はい、まあ、結果発表の応募締め切りがですね、あ、そうだそうだ、5月11日まで。あ、もうすぐですね、はい、もうすぐですね。なので YouTube コメント欄、インスタ、DM、Twitter などで、応募可能なので、はい、まだね、これ、メンバーのカラーのね、まあ、担当カラーというか、まあ、そのカラーを、まだこう送ってない方はぜひぜひ、応募の方よろしくお願いします。お願いします。お願いします。俺は間違いなく黄色だよ。なんでちょっと控えめに揺れるな。揺れるな。そんなこんなで、今週の名も出ねえよはこんな感じで終了なんですけども、はい、まあ、早いな。早いですね。早いのか長いのか分かんない。早いね、おい。はいはいはい。というわけで、まあ、緊急事態宣言中、まだまだ予断許さないですけども、まあ、みんなね、おうち時間、そして、まあ、その間に。うちで踊ろう。というわけで、こんな感じで、また、来週の何も出ねえよも、よろしくお願いしますということで、また来週。ありがとう。また来週。Thank you very much。以上、僕たちが。出た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 。バイバイ。やっぱ3度目の正直ってことで、うちで過ごそう歌おうかなと思ってんだよね。ただうちで踊ろうやけどな。過ごすだけなの普通やねん。